に来てくださいよ。ああ、すいません。皆さん本日はお越しいただきありがとうございます。妹がユウの耳が不自由になったのは俺のせいです。ガキの頃、自分はウルトラマンになる男だと思ってました。でも実際は目の前で溺れる妹さえ助けられない弱く無力な人間です。強くならなきゃならない、こんな俺でもそう思えたのはどんな逆境でも前向きだったユウのおかげです。思うに全ての出会いと別れは運命に導かれてる気がします。どんな出来事も人生にとってはかけがえのないピース。世界を救うことはできないけど、せめて半径90センチの大事な人たちのことくらいは守れる男でいたい。世界一の妹と俺の大事な相棒が家族になる最高の夜を祝って。